ここは N 県の I 警察署。近くの銀行から緊急連絡が入った。爆弾を仕掛けた、金を出せという電話があったのだ。直ちに店内を捜索するが、不審なものは見つからない。いたずらか。張り詰めていた空気が緩む。一方、付近を通りかかった挙動不審の少年に質問する警察官。カバンの中を改めると、5本の包丁が出てきた。毎日散歩に出かける一匹のメス犬、名前はリリー。走っている電車が大好き。電車が来ると突然くるくると体を回転させる。さすがに目が回るのか、最後には 2,3 回逆方向に回転します。でもただ回転するだけではありません。電車の進む方向によって回転する向きが違うというのです。しかし最近リリーのこの技にある変化が。なんと普通電車より特急電車の方が早く回るというのです。カスヤユータ、これあげる。今までのお前の自慢のやつよりは小さいけど、同じぐらい大事にしてくれよな。ちゃんと大切にしてるか、また見に来るからな。優しいなあ、アレンは。僕のこと憎いんだね。うちなよ。アレンのその手も平気なんだからさ。でも、悪魔が死んで、エクソシストが泣いちゃダメだよ。そんなんじゃ、いつか孤立しちゃうよ。また遊ぼう、アレン。エムローブは音楽と写真をリミックスして楽しめる HDD モーションミュージックプレイヤー。ポータブルミュージックプレイヤーの機能に新感覚のデジタルカメラの機能をプラス。お気に入りの音楽と写真で自分だけのオリジナルリミックスが楽しめます。エムローブ MR500i 好評発売中です。僕はどんな人か、一言で言うなら変なやつ。長い付き合いのある友人からも未だにつかめない人だと言われるぐらいなんです。でも僕はこの言葉を褒め言葉として受け取ってます。だって会うたびに変わるってことは成長してるってことですよね。ここは出発点、踏み出す足はいつだって初めの一歩。これからも進化し続ける僕をお見逃しなく。吉本タレントの意外な素顔や本音が評判のオフオフ。今回は前回放送したデーモン小暮閣下の休日の後半をご紹介。最近のテレビ番組からお笑いまで、デーモン流のこだわりトークが炸裂。ファン必見のライブ映像やプロモーションビデオまで、めっちゃお得な60分、お見逃しなく。スウェーデンの小さな村にあるゴタゴタ荘に住んでいる、真っ赤な髪をしたそばかすだらけの世界一力の強い女の子。彼女の名前はピッピロングストッキング。海で働くパワフルな男たち。激しい波にも負けず船を操り、今日も魚を追い求める。そんな漁師さんたちの力の源がこれ。自ら包丁を握って船の上で豪快に食べる漁師料理。町のお店の料理と違ってシンプルで素朴、そして何より生きの良さと新鮮さはこの上なし。地元で採れた海の幸を丸ごと全部いただきます。全国つつうらうら旬の漁師料理大追跡。ラーメン、これほど日本人に愛されている食べ物もないのではないか。全国には数えきれないほどラーメン屋がある。だからこんな話もどこかで起こっている。いらっしゃい。何じゃず。こっそらラーメン作って40と4年、味には絶対の自信があります。そう、ご注文は餃子定食。誰かと同じであるより、自分は自分という人の時計があります。ビッグクラウン BC3 オリス。南アフリカ共和国ケープタウン。人々はこの南の果ての港に夢を求めて集まってきた。
普段は気づかないけれども、いざという時そこにいてくれて、優しく厳しく支えてくれた。時代がどんなに進んでも、お母さんが私たちの先生です。東芝。よし、こいつさえ抑えれば勝てるぞ。あれ、そういえばまだ点取られてないよな。エラーはしてない、ランナーは出てない。やべえ、もしかして完全試合なわけ。なんと嘆かわしいことを言うのだ。文句を言わず立ち上がらんか。いや、それはオラだって世の中良くなればいいなと思ってるだよ。だともそれをするのはお侍の仕事だべ。正義には侍も百姓もありません。あ、でも正義の味方ってのは危なくねえのかね。心配はいりません。正義は必ず勝つ。天気のいい日だった。散歩の途中に穴を見つけた。何の穴かわからない。もちろん誰が掘ったのかなんてわからない。ただその穴は深かった。覗いてみても光の届く範囲では全く何も見えない。黒い穴があるだけである。朝もやの中、白州の森を歩いた。南アルプス甲斐駒ヶ岳のふもと、赤松が生い茂る静かな森に蒸留所はある。普段都会の穴蔵のようなバーで飲んでるウイスキーがこんな健康的な場所で作られていたとは。人もウイスキーもまっすぐに育つはずだ。君の故郷気に入ったよ、白州君。はじめちょろちょろ中パッパ、そんなフレーズで始まる飯炊きはその昔釜と決まっていた。蓋を開けた瞬間に広がる甘い香り、釜で炊き上がった艶やかなご飯には木の香漂う飯びつが欠かせない。飯びつからよそった米のうまさといったら、それはもう。仕事道具は一本のカセットテープ、そして自分の耳だけを頼りに任務を遂行。この仕事の名はトランスクライバー。出版社などがカセット収録したインタビューや対談を文字に書き起こすのがこの仕事。ワープロ技能が必要で、しかも慣れるまでかなりの時間がかかるとか。先日ロンドンを訪ねた時、私はサボイホテルのバーを訪ねてみました。これといって特徴のないバーです。私がカウンターに着くなり、ベルモットですね。私はあっけに取られました。口には出さなかったけれど、ベルモットを注文しようと思った矢先だったのです。オーケー、完璧だ。真冬の北アルプスから富山県警に届いたのは遭難事故の一報だった。現場は日本一登頂が困難と言われる剣岳。3人のパーティーが400メートル下に滑落。これは半生を山岳救助に捧げた一人の警察官の物語である。私たちは今この場所に帰ってきました。鳥たちのさえずりが聞こえます。木漏れ日が優しくささやきかけます。空が大きく見える町、人と自然が柔らかに調和する町。家族の触れ合いを育むために帰るべき町がここにあります。甲島正和。週刊
鴻島正和総監。迷子を付属するパーツを組み上げ、君だけの鴻島正和を手に入れよう。詳細なプロフィールからとっておきの舞台裏まで、塾生時代の様々なエピソードも網羅したファン待望の公式マガジンがついに登場。週刊鴻島正和。創刊号は特別価格0円。